どうも皆さんこんばんは、開封大好き押井です。どうもともハッピーです。あ、動いた、転んだ。あ、そういうゲームなんですね。それ置いといて。分かりづらいね。あ、分かんないよ、はい、分かりづらい、ね、いや久しぶりに撮るからなんかこんなんだったのさ。そうね、なんかね、うん、なんか悪いことして捕まって、うんうん、あのようやく出所してきたって聞いたんですけど。いや、そんなことはない。そんなことはない。そうだしない。捕まっても出所してもない。なんか異例の即日死刑だったって聞いたけど、まあ無事でよかった。即日死刑でもないけど、ウェブ上では結構そうですよ、ね、死刑に近い感じに。もう死んじゃったんじゃないかなと思って扱っていただいて、あの大変、反省ポイントが溜まっております。うん、あのご心配ご迷惑をおかけして、すいませんでした。いや、結構本当に。吉郎さんの視聴者さんもすいませんでした。うん。まあ、うちのリスナーはみんないい人ばっかりだから、ね、はい、まあ、このチャンネルでは久々の登場ということでね。そう、はい、改めてよろしくお願いします。まあ、本当1位はどうなるかと思ったけど、まあ無事そうでよかったわ。で、まあ今日は、はい、あの、まあ、俺らが一番最初に動画撮ったのって2019年だと思うんですよね、確か。俺分かるよ、最初の動画、うん、逃走対戦のボックスを開封しながら開封企画を考えるんですよ。そうで、あれを、うん、まあもう一回やってみたいなって思ってるんですよ。一緒にパック開封するだけでもいいのね、初めましてのコラボっていうかね、最初のコラボ、それなんかこじれてて、うん、なんかやりてえなって言って、企画考えながらやるっていうね、すごいよね。まあ、というわけでそれっきりの関係になるかもしれないのに。そうそう、なんか、いや、あの時すごいよね、本当にすごい、ね、あの日で終わるかもしれない中、まあ、よくあんなのやったなって、あの日、あの時、あの場所でね、うん、うん、それ何の歌詞だっけ、あの日。東京ラブストーリーか、ストーリーか、うん、あの日あの時あの場所で、もうその話やりましょう、もう企画やりましょう、はい、はいはいはい、やりましょう。というわけで、まあ、その逃走対戦をね、また用意できたらよかったんですけど、ちょっと高いのでもうこれにしました。はい、真夜中の仮のドラフトブースターということで、はい、まあ、パックにはちょっと引きがないけど、うん、それでもまあ企画を出し合うっていうことはねできると思うので、はいはいはい、まあ、今日こいつをね開封しながら、まあ、いろいろ企画を出し合っていこうじゃないですか。中は全部出しちゃうの。あ、そんなことない。こっから取ってくる。こういう感じで、すげえ、そう、綺麗になるから。兄貴、やだわ、いい。うん。すげえ、本当にバカっぽい顔してるの、今。まあ、というわけで、じゃあ俺からやってみますか、久しぶりの。いや、できるっすけ。あ、こっから元に戻していこう。いや、できるっしょ。ダメだ、元戻らないよ、これ。いやいや、すげえバカになってるわ。はい、やろう。うん。じゃあ、そうだな。じゃあ、開封します、まず。はい。じゃあまず俺のレア、土地から、食肉鍵虐殺ゼロ。はい、これでした。あ、これ食肉出るパックか。そう、これ何、リーサ、まあ、絶妙な天使のレアで、はいはい、じゃあ企画はそうだな、これ本当にやってみたい企画で、はい、秋葉のメイドさん10人に聞いてマジック知ってるか聞いてみたみたいな、うん、あ、メイド縛りなんだ。まあ確かにね、通行人誰でもよしとかあんまりね、あと、まあ単純に、まあメイドさんも多分お店で働いてる子だからさ、まあダメそうな気がするけど、あの秋葉の路上に立ってるメイドさん、かなりカメラに映るの嫌うよね。背景で遠くに映ってる方はいいけど、近くで撮ってたら、その映りたくなさそうな動きするから映さないように結構気を使いながらやってるよね。で、それ俺、あの秋葉ならいいけど、俺大阪の日本橋でロケやった時に、全然俺撮ってもないのに、なんかいきなりそのメイドの店の男の人がやってきて、今映ったよねとか言って、うん、ちょっとデータ全部消してみたいに言われて。そんなヤバいんだ。うん、俺それでなんかあのカメラ確認させられたことあって、俺本当撮ってないの、マジで。あ、そのカメラがそっち向いてたかもしれないの感じで言われたんだ。映って厳しいね。そう、だから俺あれ見て、あ、ちょっとロケ気をつけようと思ったから。はい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 、うん、だからまあその、まあ、メイドさんもやっぱ働いてるから。はい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 、うん、なんかその子たちのあれを守るためにね、お店もそういう風に、まあ外っていうのはね、その映り込みぐらいはしょうがないってことになってるから、基本ね。ああ、まあそうですよね、うん、そのみんなのものだからさ、外ってさ、うん、だから何とも言えないんだけど、うん、そのメイドさんをターゲットとして撮ってたように見られてた。そう、見られたんじゃないかな、うん、絶対そうもしれないけど。じゃあ次どうぞ。わかりました、うん、まあそうね、一個一個あんまりそのリアクションを控えめにしないとね。うん、はい、食肉頑張って出して、はい、こっち、はい、何かわかんないな。サリス摂取与えるやつか。まあ、俺の企画ね、うん、そうね、考えてなかったわ、いきなり言われて。これあの18本なきゃいけないから、1人。じゃあ、うん、なんか秋葉のメイドさんに引っ張られてさ、うん、秋葉のメイドさんのことしか考えられなくなってる、うん、俺も今秋葉のなんかメイドさんとさ、うん、お酒飲める店に行きたくなってきたもん、今行く？
いいですね、ちょっと行きたいですね。ちょっと行ってみたい、行きたいですね。行ってみたいっていうか、もう今行ったことない、そう俺行ったことない、あのメイドリーミーさんとかあるけど行ったことは、ハレリアの下だし、はい、その秋葉のキャッチのメイドさんがいっぱいいるメイドガールズバーさんって行ったこと多分ない、一回あるかもしれないけど、ないわ多分、行きたい。あ、でもこれガールズバーなんだよね、ただね、要はメイドさん、ある行ったことある、うん、連れてってもらった、あの男に連れてってもらった、そう俺もそれ知ってるよ、うん、あの男に連れてってもらったはずだよ、一緒に違う、いや一緒の日には行ってないけど連れてもらったの、うん、あの男にあの男元気してるかな、いやあの男最近俺テレビで見ましたよ、テレビに出てましたよ、それあの男分かっちゃうね、うん、まあ、分かってもいいけど、その筋の人だ、その筋の人だ、その筋の人だ、別にやばいね、いやその筋って言うとやばい感じになっちゃうけど、うん、先輩、うん、そうですね、はいはい、うん、シャマさん、シャマさん名前出さないと本当にまずい人なんだと思われるから、自分で経営してるなんて、そうそう、シャマさんの店にも行ったことあるや、うん、ドラゴンメイド、そうカフェ、ファミリア、ファミリア、あれはガールズバータイプなのか、うん、カフェタイプなのかよく分からないけど、お酒も飲めるね、うん、企画言ってよあ、企画ね、じゃあ、あの人は、あの人は、あの人は今、うん、秋葉原でシャマさんを探せ、あー、いいっすね、いいのかな、いや、まあいいや、はい、次行こう、次行こう、はい、次のパフラットさんに聞き込みしたんです、はい、なんか神話レア出た、しがるだけもの救済者ですね、はい、企画は何だろうな、あそうだな、ドローンでパック開封撮影してみた、おおいいね、いいね、それ前言ったよ、同じ の、 その2年前に全く同じ企画あったよ、もう許してそれは、次いいの、いいよ、みんな知らないから2年前の動画なんか見てないよ、そうかそうか、じゃあ、はい、行きます、はい、おい、はい、おい、はい、何これ、なんか、セメリー、あ、ホイールだ、セメリーのホイールだ、わぁ、すげえ、なんかやば、お赤飯、あ、ちょっと待って、ボケて、ちょっと顔面隠して、そしたらちゃんとこいつピンタウンから、お赤飯、高なきゃ、セメリーのホイール、いいんじゃない、これ知らねえ、で、もう一回出るよ、多分、あ、そうだ、そうで、そっからそっから、食肉、食肉出たらやべえな、あ、でもいいじゃん、選べし者の勇者、すげえ、このパック勝ちじゃん、勝ってるね、カチカチ山じゃん、カチカチ山じゃん、やば、すごいね、ダブルハゲになった、で、企画は、企画は、はい、じゃあ、あ18個考えなきゃいけない、ちょっと夜遅いからね、もうね、11時20分だからね、そうだね、じゃあ、分かった、しずきカイトの拡張フォイル引くまで、うん、右側のコレクターブースター、はいはいはい、やりましょう、それやりたいね、やろ、うん、セッパンでいい、いや、きついはい、わぁ、レムカルロスさんでございます、企画は、そうだ、なんだろうな、お互いの親にマジック教えて対戦させる、うん、あー、いいね、親バトル、はい、はい、なにこれ、あ、フォイルがあって、はい、コモンフォイルあって、ランドあって、はい、何これ、あ、あれか、あ、トモラの領書、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、吉弘さん家の中の空間という空間をパックゴミで埋め尽くす、カッコドッキリではない、最悪だ、ゴミが大きいんや、不法投棄者やん、そう、山からのジャカジャン、はい、13思考書、これなんか俺顔似てるって言われるんだよさ、え、それこれ似てるわ、あ、マジで、こいつは、あ、本当に似てる、マイケル・ジャクソンのコスプレしてるよ、シロさん、確かに、で、企画は、うん、そうだな、可愛い女の子とエレベーターで一緒になったらエレベーターが急停止して、うん、で、閉じ込められた中で開封、単純に俺がやりたい、ちょっとひねりすぎかも、だからなんか女の子に、美女に邪魔されながら開封とかないじゃん、いつも通りできる、シチュエーションはいいんですよ、なんか例えばもうすぐ閉まりそうなエレベーターあるじゃないですか、はい、あ、すいませんっつって入って、で、それで何回お願いしますみたいなので、はいはいはい、一緒になってる中、うん、なんか気まずいなみたいになってたら、うん、ガクンってなってエレベーター止まっちゃって、なんか電話しても、いや、これ3時間ぐらいちょっと2人っきりみたいですねみたいなので、へえー、うん、で、なんかちょっとやることないか、これ紙が合わせ飛ばあるんですけどみたいなので、うん、開封するっていうコント、じゃあ、はい、はいはいはい、はい、いきます、うん、
そんな同じ系統でいいならいくらも出せるよ。あ、ランド、ランド、赤黒ランド。いいね。そんなのありだったら何もでも出せるよ。お、出して。え、だからあれでしょ、時が止まるスイッチを押してその街中の止まった可愛い女の子の目の前でこれ見よがしに返す。もうそれマジック関係ないよ。さっきのもそうだから。時間1個前のそうだから。時間停止 AV やん。1個前のもそうだから。あー、記憶の氾濫だ。はいはいはい。なんだろう。じゃあこれ結構斬新なんですけど、はいはいはい、あのそのマジックミラーでこれ囲まれてる部屋を作るんですよ、入り口の車で。でそこに入ってあの女の子と開封するっていう。それやばいな、外から見られちゃう。そう、見られてるけど、でも、ま、いやマジックミラーだから向こうから見えないですよ。まあ俺らからは見られてるように見えるけど、マジックミラーなんで。あ、そういうこと。うん。あ、そうか。うん、そう、だから中からは見えんの。そう、中からは見えんの、はいはいはい、だから外はあれマジックミラーも、そうなのか、見られてるような、見られてるような感じなんだけど、実際は見られてないんだ。そうそうそう。そんなのさ、言い出したらさ、それ別に、か、まあまあまあ、だからコントだよね。うん、ちょっとお金かかるけど、うん、まあ一応まあこれはあの、なんつう、ただの案なんで。そんなの言い出したら、俺はそんな簡単に言えるよ、そんな。意図も簡単に同じような企画出せるよ。はい、フロリアン。フロリアン。はい、いきます、企画。はい、企画。だからあれでしょ、こういうの、そんなんでいいんだったら、俺も言えるよ。潜伏工作員が捕まって無理やりパックを向かされて、だんだんあへあへパック向き出す。でよくわかんない。最初はいやいやパック向いてたのに、はい、だんだん進んでパックを向き出す。そういうこと。まあそれもそういうやつですね。ではあの一旦 AV から離れましょう。なんかやっぱそうなった。AV 大喜利になってくるから、はいはいはい、でビーストからの、フォイルがあって、で土地が来た後にジャカジャン、トーラーの領収、あれ2枚も同じレア出るの珍しいな。で企画は何だろうな。結構最初から面白い路線いっちゃったんやね。なんかこれ普通は最後に行く、分かりやすいそのおふざけみたいな。あ、まあでもそういうのからいい企画生まれたりするかもしれないからね。いい演出とか。ああ、はい、マジックだろう。マジックじゃなくてもいいですね。カードゲームからのスリーブをキュウリで切るとか。あ、違う、スリーブでキュウリを切るとか。あー、なんかお互いの盤面を隠して対戦する、うん、はいはい、でアタックするけど何がブロックにいるか分かんないみたいな。はいはいはい、小さな下の隙間だけで戦闘するみたいな。だから殴る側もブロッカー何いるか分かんないし、ブロック側もそれのサイズが分かんねえっていうので、アタックするとき相手の方に出したら、そう、あの戦闘が起こって結果だけ返ってくるみたいな。それは面白いね。ジャイグルとか打つタイミングとか、もう適当、ジャイグル打ちなんかしますかって言って、戦闘負けてるなって思ったらフィールでジャイグル打つみたいな。だからあの入れて帰ってきたら死んでるみたいな。はい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 、あの面白い。それいいかも。うん、次どうぞ。いきます。なんだっけな、俺今思いついたんだけど、あれ、なんとか出してよ。あ、いいよ。心悪しきイントン者、なかなか強いカード、両面カード、はいはい、そうだな、はい、あ、すげえ、香料も入ってたよ。香料出るのは本格いいね。そう、本物も結構いいね。うん、で、企画は、企画ね、うん、開封から離れようかな、ちょっと、うん、開封から離れよう。開封だと、うん、なんか開封をおまけとすれば何でもできちゃうよね、うん、だからそのなんか例えばさ、うん、吉弘さんが悪さして、うん、俺が最後の駒でパック開封しながら切れながら出てきて、うん、吉弘のバカ者はどこだって出てくるみたいな、そういう大原部長みたいな、ね、コントみたいになっちゃうから、うん、一回離れて、うん、対戦いいな、対戦いいな、うん、対戦中にランダムで落とし穴が開いて、うん、カードが飲み込まれてく対戦。いや、なんかあのさ、パカパカなんか16マスぐらいあって、はいはいはい、開けるとお菓子が出てくるみたいな、はい、そのあれの逆で、はい、あれの逆っていうか、ああいうのの自動のやつを作って、うん、盤面のどこかが1分間に1回とかランダムで落とし穴になって、その運悪いとカードが落ちてって、対戦中にだからアクシデントが起こってくる。まあサイコロとかでやってもいいんだけど、マス決めて
いやでもこれ絵面面白いんだよ、そこ落ちないでガコンって落ちるわけですもんね。カオスオーブってあるじゃんね、うん、当たったらさ、はい、破壊みたいな、そんな感じでとランダムなマスがカードを消失していく。え、めちゃめちゃ面白いじゃん。なんかそれ全然技術的にもそこまで不可能じゃないから。そうだね、うん、なんかえ、いいと思う。あ、素晴らしい。なんか分かんないけど、うん、アクシデントありの対戦、うん、じゃあ次俺、じゃあ平地からの年得たなんかまあしょうもないレアですね。俺の企画はこれ秋葉原からできるやつで、まあ、お互いもう街行く誰かからデッキ借りてきてそれで対戦するっていう。あーいいね、うん、いいねいいね、いるでしょマジックプレイヤー。いいね、うん、俺らも頭良くなったな。ポケカの方が実現しやすいかも。確かにポケカだったら簡単だな。はい、セレスタース。セレスタースいいね。で企画はヨシヒロさんがゆいちゃんの誕生日を祝うときに、ケーキをあげるんだけど、はいはいはい、そのケーキに包丁を入れたら、うん、なんか硬いのが出てきて、うん、指輪かと思ったら、うん、指輪じゃなくてフルプロテクトケースに入ったパックで、うん、一緒に仲良く開封する。あ、でもそれはおもろいですね。だから誕生日とかだったらそう、なんかハッピーバースデーって、そう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 、うん、イベントからの、ただ開封する動画っていう、うん、その全力で誕生日を祝ってみ ましたとか、ケーキの中に思いを仕込みましたみたいな、うん、いやマジでてか俺ら3年間でめちゃめちゃ企画力上がりましたよ。上がった、うん、上がったかんない。吉野さんが好きそうなやつだよね。でも演出したら、うんうん、そう。いやすげえいいな。いいのか。いやいやめちゃめちゃいいと思った今の。なんか結構リスペクトだった。あ、心臓の針。俺なんだろうな。俺でもねもうずっとやりたいから、やりたいしやれると思うんだけど、もう水木の美女を出た。女の子多くない？いや女の子は好きなのよ。まあ男性視聴者多いから、うん、男性視聴者も女の子好きだと思う。うん、うん、だからそう女の子、まあ、水木の女の子、まあ、普通にもそういう事務所に所属してる人でもいいから、うん、まあ1時間いくらか分かんないけど雇って出てもらって、でその女の子を横に置いておいて、なんかもうパックどうでもいいやみたいになりながらパック開封するっていう。はいはいはい、うん、これだってみんなも幸せじゃん。女の子見れんだよ。よくない？うん、いいかも、わかんない。はい、もう今のいいよ、一個企画で。おい、はい。あ、収穫祭の襲撃、まあ、パーマネントが出てくるよという。じゃあ、うん、女の子で言うと、うん、なんか、ツイッターで MTG みこさんっていう出たMTG 好きの、うん、その絡んでもないし、で俺はちょっとそのそれも全然ありだと思うんだけど、その何の仕事をしてても喜ばれることだったらいいと思うし、めっちゃ予防線あるやん、うん、マジック好きっていうのを、うん、その好きな趣味としていろんな人が世の中でアピールして、うん、それも武器にするっていうのもいいことだと思うし、うんうん、それはいいんだけど、俺は職業柄ちょっと絡んだり一緒に動画撮ったりはしづらいから、うん、吉弘さんがなんか対談とか開封とか対戦とかその、うん、僕じゃできないことを吉野さんがちょっと、でもご自身のこの間生配信で、はい、ニューハーフですか。うんうん、でもそれって昔ね、昔ね、うん、まあでもそれってプライベートじゃん、そのプロですよね。だからそれはね、恋愛じゃないですよね。マジック関係ない話だから。あ、なるほど。マジックとその性が関係してくると、その前になんか誰かがそのブレスト案として MTG 婚活ってありなんじゃないかなみたいな。あー、あれだな、あれ MTG 婚活パーティーってあり得るんじゃないかなって、うん、そのアイデアとして言ったぐらいの人がいて、うん、俺もなんかその、うん、いや全然そういう可能性もありっすねみたいな。マジックってすごいハッピーだしいろんな可能性眠ってますよねっていうさ、うん、相性いいんじゃないかなって言ったらそれで結構燃えたから、うん、なんかその MTG と性が掛け算になるのを好まない人っていうのがいて、なんでかわかんない。俺ね、それ掛け算じゃなくて単純に面白いからやりたいっていうのあるんですよ。だからそれを使って、うん、だエロで無理やり人を引いてくるんじゃなくて、うん、単純にはその趣味っていうかその面白いっていう発想からやりたいんですよね、うん、例えばそれを嫌がる人っていうのは MTG を金儲けの道具にしてるみたいなので、うん、嫌がる人が多いと思うんですよ。例えばその婚活にしても、いや、よくない、別にだって素晴らしいものっていうのはお金儲けにもつながるよ。だって素晴らしいものっていうのは喜ぶ人がいて、喜ぶ人が多いものっていうのはその商売
にもなるのよ、なりやすいよ。結果それはいいんですけど、うん、それが透けてそっちが目的みたいになると、まあ、極端に拒否反応を示す人は多いから。まあね、まあ、最初さ、ゆいちゃんが出てきた時さ、うん、そうそう、売名行為って言って叩く人いたじゃん。俺は売名ハッピーだと思ったの、うん、マジックが売名のツールになるんだったら、うん、全然マジックがより世の中で価値が高まってるからいいじゃんって思ったの、うん、俺は。で、その売名目的でも何でもいいからマジック触れてほしいと思ったんだけど、うん、そうじゃない考えの人っていうのは別に分かるよね。だから、うん、なんか道具にされたくないみたいな。てか、そもそもカードゲームって遊ぶための道具じゃねって思うんだけど俺。だから服そもそも、うん、だからね、何の道具にしてもいいじゃん別に。そのなんか踏みにじるわけじゃないのさ、うん、なんかこう、いや、少なくともこれだってお金を払って買って遊ぶんだから、好きにしたらいいじゃん、うん、オーナーのって思うし、別にみんなが好きな楽しみ方で楽しむべきものだと思うんだけど、考え方いろいろだから俺は、うん、触れづらいっちゃ触れづらい。風俗も別にいいと思うし、うん、マジックは素晴らしいし、うん、これを掛け算でアピールして楽しんでる人っていうのは全然いいと思うんだけど、いや俺もそうなんですけど、だから、うん、で俺はちょっとそこで賢いやり方としては、うん、だからそれをあの目的をそのそっちに重きを置かない、面白いよねっていうのからスタートにすることが大事だと思って。いや面白いと思う、うん、てかここでさ、うん、肯定してるんだったらさ、うん、別に自分のチャンネルで、うん、誰とどう動画撮っても、でも違うんだよ、うん、ハレルやって服着てやっちゃってるから、うん、実際に、うん、絡みたいけど絡めない人っていうのか、いや俺もね、え、てか普通にそのどんなこと喋るのかなって気になるから会ってみたいけどね。え、じゃあこれ、ね、3人で会うんだったらありですか？3人で会うんだったらありっていうか、そういうまあありだね、うん、面白いかもね。次の企画なんだろうな。まあ、それはね、YouTube コンプラダメなの。桑田さんのチャンネルバンされてるから、それ。え、そうなんだ。それはもう、なんか明らかにエロっていうのはダメ。へぇ、開封で外れたら電気流れるとかそういうのはいいじゃん。もう時間帯的になんかエロい発想しか出てこないじゃん。もうやだよし君、エロいから。いや、あの、絶対あなたも多いですよ。あ、眼識の収集。お、いいね、眼習。この眼識の収集で思いついた企画言っていい？うん、あのパック開封で、うん、あ、じゃあ対戦でミスったら目ん玉くり抜かれる、はい、そっちの方がコンプラウドだ。さっきのよりは眼識の収集やばい。眼識の収集。まあ一応あの、あ、また考慮出た。これ眼識収集された後ね、これね、考慮見えなくなった後で、そう、かわいそうに。で、山からの昼の呪い、昼の呪いなんだろうな。あ、でもヒルってなんかその悪い血吸ってくれるって言うじゃないですか。ほうほうほう。でヒルを体にいっぱいつけてデトックスしながら対戦するっていう、もうめちゃめちゃグロい企画。出たカードと企画リンクさせるっていうことだったかな。ああ、そういうことなんだ。いやでも今ひらめいた、単純に、はい、そのヒルで、まあ、デトックス回復。おい、何これ、移植された字が。あ、もう絶対顔面を張り替えてやるか、対戦かな。まあここら辺でじゃあマジレスすると、うん、マジレスすると、マジレスすると、うん、なんかとあるテーマに対して、うん、お互いが挙げたアンサーを、うん、ツイッターでアンケート取って戦う、うん、はあはあ、つまり、はあ、一番、じゃあ例えばなんか一番綺麗な土地カードみたいな、一番イラストが綺麗な土地カードみたいので、うん、3人とかで上げて、はい、うん、それをその3人以外のツイッターアカウントでアンケート取って、うん、誰か協力してもらって、うん、それは誰が勝つかみたいなのを繰り返して、面白くなくない？それ。いや、まあでもどれもいいじゃろうかって。全然全然、まあ、ブレストでそういうツイッターアンケートを使った、うん、マジックの膨大なカードとか情報のバトルみたいな、うん、いいっすね。あるよね、なんかね、うん、テレビとかでもね、どれが投票を得るかみたいな、うん、はー、まあちょっとわかんないけど。いやでも全然ブレストなんで、ブレスト、ありありあり、うん、これいいな、なんか本当にいろいろ浮かぶな。まあね、うん、開封しながらだからそこで論じないで伸び伸び次に行けるから、次のパック向きたいから、うん、そうですね、そうパパって出して、うん、まあ、次行こうとかできるから。フォイルからの土地からのジャカジャン、何これ。あー、全体5点か、家の焼き払いか。なんだろうな、次のやつ。なんか遊戯王のなんかのシリーズでバイク乗りながら対戦するやつがあるんですよ。あれマジックでもできるなと思って。え、バイク乗りながら対戦、うん、どういうこと。え、なんかその遊戯王の 5Ds かな、なんかその、うん、そのデュエルを高速道路かなんかで走りながらやるんですよ、うん、
そういうシリーズがあるんですよ、遊戯王で。マジックでも僕バイクに乗って走りながら対戦する。バイクの免許持ってないけど。持ってないですけど。持ってる、まあ、いや持ってないです、 無免許で。誰の誰用の企画なんだ。俺らどっちも勝ちたいじゃん。いやもうあの自分らで実現できる可能性あるやつ、どっちかと、どっちもじゃなくてもいいから、どっちかで実現できる可能性あるやつでしょ。はい、殺戮の専門家、すげえ怖いカード目だ、うん、すごいよな。じゃあこれね、よし君、はい、炎上覚悟企画なんだけど、炎上覚悟企画、ほら、ラーメン作るのよ、はい、マジックのジャンクカードで取った出汁で。うわ、すげえ面白いこと考える。マジでまずいだろうな。いやでも処分されてしまう、本来は処分されてるような層のカードで、体に悪そう。いやでもすごい、ちょっと待って、悪魔的な発想だわ。でもなんかギリ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 炎上しそうじゃない。いや 100% 炎上や、ギリギリじゃない、ギリギリ。そのどう考えても死亡だ。いやカードショップとかで、世のカードショップとかで、その捨てられてるようなカードとか個人とかでも、捨てられてるような層の無価値の単品価値つかないようなカードを使って、でも、その衝撃超えたとしても体に毒で子供が真似したらどうすんのって話になるから、いやまあ、だから普通にもう 見え方も悪すぎだから。炎上に2段階貼ってるから、炎上森からの、寂れた浜でございます。あ、ちょっといい企画考えた。はい、まあ、マジックの土地カードを1枚見て、でそれに最も近い景色を探しに行く企画、うん、あーいいね、うん、いいね。なんかこれともう本当に唯二つの景色を探しに行くっていうので、結構大変だね、うん、車とか運転できないもんね。できないな、大変だ。まあ、まあまあ、多分バラエティの企画としてはもうロケ話でも場所決まってんだけど。はい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 、もう一枚あるよ、はい、もう一枚食肉。お、何これ。あー全体か、血統の選別。吉野さん、じゃあこれ、炎上覚悟企画なんだけど。炎上覚悟企画、どうぞどうぞ。マジックのジャンクカードを使って、お互いに、まあ1000枚まで使ってよくて、お互いに武器を作りますと。おお。その武器で、どっちかが病院送りになるまで殴り合う。スポーツ。もうマジック関係ねえ。スポーツ、マジックのカードを使って、クリエイトして、戦うスポーツ。エクストリームスポーツね。もうエクスポーツね。結構面白そうじゃん、1回ぐらい。これが、いやこれがなんかさ、そのこういうのがどんどん可愛くなると、マジックのカードでシャンゼリア作ったりさ、あのなんかサイコロ状にしたやつを組み立てるさ、子供とかが喜ぶコーナー作ったけど、ジェンコンでできるわけだ、そういう、そのまあそうですね、ジャンクカードを使って素材としてこう世に喜ばれるみたいな、で俺はこれでなんだろうな、でも最近、ああそうか、なんだろうな、マジック、まあでもこれ俺よく言ってるけど、日本最北端のカードショップには来て、マジックを扱ってる日本最北端のカードショップはホニャララですっていうので、うん、多分その日本最北端のカードショップって、まあ立地的にもそんないいところじゃないと思うんですよ。そんなにまあ品揃えもいいところじゃないと思うんですけど、まあね、稚内とかにカード屋があれば稚内じゃん、うん、でもそれってあの単純にその有名になるべきだと思うんですよ、そのお店は。最南端最北端、だそこを探していくっていうのは、はいはいはい、だってまあ究極行かなくても探して発表するやつ、行ってらっしゃい。そうだね。いやでもいいかもしんないね、それは。いろんな、いろんなカード屋さん行くの好きだし、行ってらっしゃい。はい、行きます、はい、トントントン。でもう一枚ホイール結構出るな、トン。ファルケンラースの闘技師、はい、じゃあまあこれ、うん、炎上覚悟なんだけど。そんなばっかだろ。全部炎上覚悟だ。いやブレストだからさ、普段やっぱ発想できないようなさ、企画をさ、はい、考えないとね、史上を最も多い枚数のデッキを組んでみたって言って、で天井までデッキが積み上がってて、むしろ天井までギュウギュウになってて、引けません負けましたっていうオチ。あーはいはい、オチは言わんでもよかったんじゃないかって。次俺、島からの、謎のレア。俺でも今それで思ったのが、うん、史上最高枚数のデッキを持ち込んで、うん、まあ、グランプリとかに出るみたいなので、うん、それは迷惑だよ、よし君。それは炎上する、迷惑。相手もさ、うん、その大会にさ、かけてきてるんだから、いろいろ一生懸命練習したりとか遠征してきたりとか、ダメだよそれは。俺らでやらないけど、ダメだよそれは。
ダメだよ。なんで、あの、勝ち星は取れるんだから、相手別に見えるわけじゃないじゃないですか。かけてるんだったら勝っ、いやいや、相手ゲーム楽しめないじゃん、そんなじゃまともに。シャッフルする時間とか長すぎて。でも、それで相手が、あの、負けたら。まあまあ、ブレストですから、ブレストですからね。はい、行こう、次行こう。時間もないし。はい、はい、はい。食肉、お無謀な嵐探し。食肉出ねえな。逆に行こう、逆に絶対無理なんです。絶対無理なんだけど、地球上のブラックロータス全部集結させてみた。うわーすげー、何枚あるか。あーめっちゃ早い。全部のその、コネクションを再活用して、地球上のブラックロータスを、あの、スーパーカー集まるフェスみたいなのあるじゃん。車の愛好家、スーパーカーの愛好家が集うみたいな。ブラックロータスオーナーを一堂に会して、すーっげー危ないね。怖っ。いや、本当にもう、SP だらけにしないと。いやマジでそこになんか網かなんかバーってやられて全員捕まえられたらもう終わりだから。マジでやばいね。で森からの日没を遅らせモンテフェリーのフルアート出ました。お、あ、俺でも一個いい企画考えた。あの普通に対戦してるカードのなんかのカードの顔をもう自分にあの加工するんですよ。はいはいはい、はい、でそれでいつまで気づかれないかっていう。まあ、変なの混ざってたらどうなるかっていうこと。だからまあ有名なカードとかで例えば放浪王とかの顔がもう俺になってるんですよ。はいはいはい、はい、でもみんなそのカード注目しないですか。ちゃんとイラストゲーム中見ないことあるよね。そうで、もう明らかによく見たら変なんだけど、カラーコピーで吉野さんの顔に加工したやつ、ホラージュみたいな。あ、いいじゃんいいじゃん。それでいつまで気づかれないからやる。おい静寂の呪い、結構いいカード。あ、いやどうだろう、かなり終わってるけど。あ、そう、引いたレアカードにそっくりな人を、うん、いや、つまんないなつまんないの悔しいな。 めっちゃ頑張るな。つまんないの悔しいな。いや、36だからね、つまんないのもしょうがないと思うけど。うん、じゃあ、うん、まあ、あれやね、カード屋さんで、うん、お会計の時に、うん、あのカードで支払えるか検証。あー、マジックのカードで。なるほどね。じゃあ4000円分ぐらいのシングルで、うん、まあ普通は断られるけど、1000円の会計でこれでいいですかって言って、うん、5000円のカードとしたら通る説。あー、まあ確かに、まあ割得ではあります、ね、いや、これだったら売ってそのお金で買った方がいいですよって言って、いや面倒くさいんでこれで払わせてくださいって言ったら、好条件なら通る説。あー、検証ハレリアでやってみない。俺が代わりに買い取り出してあれしとくから、そのお金で払ってお釣りもらっとくわ。次俺、山からの、あ、青敵対者だ。本気にされないよ、今の。本気にされないよ。大丈夫大丈夫、はい、大丈夫だよ。やんないからね、こんなの。ね、やったこと、他のお店でやる分には迷惑だしな。あー、これなんか面白い企画考えたの、はい、あともうないよ。まあドッキリなんだけど、4パックしかない。ドッキリなんだけど、まあ例えば、まあゆいちゃんを、うん、ゆいちゃん用出てくるな。あの今回、まあ、ブラックロータス関係の企画でちょっと来てっていうので、まあ、ロータス持ってきてもらうとして、はいはい、でそのタイミングでルパン三世呼ぶ。いや違います、あのなんかちょっとたまたまその、はい、中国なんかどっか の, その偽造工場からブラックロータス100枚ぐらい偽物見つかったんだよってブワーって束になってるのとゆいちゃんのが混ざっちゃ う, っていう。あ、面白い面白い、本物探してみろっていう。そう、でうわー混ざっちゃったっつって、だからちょっとダブスリローダーとかで合わせて、そうそう合わせといて、でそれでガシャーってなって、うん、どれが自分のか分からなくなる。面白い面白い面白い。まあちゃんと絶対にあの本人の元帰るように。何が面白いかってブラックロータス100枚ぐらい並んでる絵が面白いよ。そうですね、サムネ強い。いやでもちょこちょこして分かんないよ。まあいやでも多分、うん、そのまあやらせてもいいけど、その本人がバサーって100枚ぐらい一緒になった時の顔とかは結構いい表情を取れるだろうなと思う。はいはいはい、うん、じゃあいきます。食肉出ちゃった。え、嘘出ちゃったきっと。あっ、年越した、うん、枝指、年越した黒いやつ。うん、そろそろ本気出すか、うん、これ吉野さんの本気出すか。出して。いっちゃ面白いの頼む。俺らね、マジックとかカードのことやったら、うん、特に吉野さんだけど、はい、うるさいし、うん、盛り上がるからシンプルなものでいいと思うんだよね、はいはい、意外と、うん、めちゃめちゃ気持ちのこもったプレゼント、うん、オリジナルオリパをプレゼントするんだけど、うん、めちゃめちゃもう本気、うん、おふざけじゃない、うん、
めちゃめちゃ気持ちのこもったプレゼントが顧問だけのオリパだった場合、うん、どういう風に喜んで開封できるかっていう。ああ。だから逆境みたいな感じなんだけど、マジック愛で超越していく。いやだからそれあるわ。例えば、うん、トマッピーがじゃあ11万人記念みたいので、そうこれ動画で使ってくださいって言われて、そうショートとかでもいいから使ってって言われて、えどう反応しいんだみたいなのが出るっていうこと。そうそれちょっとありだな。誰かの企画やりてえな。ちょっと間違いなのかなみたいな。なんか何とも言えねえぞみたいな。沼から俺はあシガルだ。おいいね。あー俺これやろなんかいいなと思ってた。おなんだろうこれ面白いかどうか分かんないけど なんかその巨乳でそのピアノ弾いてる人とか女子多いな。いや料理してる人って、まあ、バズるじゃないですか。バズるで顔出してないじゃないですかそういう人大体、うんうん、ということは俺が巨乳でも成立すると思うんですよ究極。いやボディライン的にどうだろうねそれ、だからそれはなんかいやでもね多分みんな胸しか見てないから巨乳のなんか入れ物入れて、うん、でこうやってあの開封するっていうので。てか普通にさなんかそのなんていうのかなグラドルの方と組んでさその確かにな巨乳開封チャンネルやればよくないそれ。それ一番賢いってか無言で、うん、無言でこうやってる横の姿と手元だけ映すみたいなその2画面構成で BGM 合わせておしゃれに流すだけでそれは結構需要あると思う。だって開封を静かに見たい人っているから俺らみたいなうるせえ開封じゃなくて、うん、静かでクールな開封が好きっていう人もいるから動画として。ああいやいい。でも BGM に合わせてただカード小さくなっちゃうからね。どうなんだろうねさすがにお金に乗っかる企業は晴れりゃぐらいだろうな。今から新しいチャンネルやるの結構大変だからね。あ敵ある宿屋来たよ。敵やで宿屋って、ね、ああそれうわ最悪じゃん。あそうなん、割と残念だよ。えそんな神話レアカードに生まれてきて俺だったらそんなこと言われたくないの。いや俺それで神話だったら結構残念だな。そう、うん、俺がそいつだったらさあ何じゃあ釣りチャンネルみたいな感じで、うん、釣りに行くのよ。はいはいはい。で釣れるのは全部防水加工されたカードみたいな、うん、オリパみたいなパックとか。あいいですね。釣り堀ででもそれやるのは面白いかも。いやでも実際のところはローダーにマグネット貼り付けて、うん、その釣り竿にマグネットつけてみたいな感じでもいいと思うんだけど、うん、なんかその屋台みたいな感じでもいい、うん、分かんないけどね。なんかそれかなんか金魚すくいスーパーボールすくいみたいな感じで、うん、こう水の上回ってるその巨大カプセルに入ったオリパみたいなのをこうすくったりとか。いや、おもろいと思う。なんか、考えたの俺ね、あのね、ゲームセンターのさ、うん、あのお菓子取るやつあるじゃん。お菓子すくって落とすみたいな、うん、あれで、そのなんか、オリパがいっぱい中に入ってて、うん、すくって、そのプレイ次第で0個、1個、2個、3個とかさ、うん、あとタワー崩したりさ、オリパのさ、あれでね、なんか全体的には安いカードいいんだけど、たまに当たり入ってるみたいな、はいはい、結構やりたいんだよ、アミューズメント施設、ね、うん、ただ、ハレリアに置くか考えたんだけど、うん、ちょっと大人が多すぎて、あんまり受けないんじゃないかって言って、スペース取りすぎるんじゃないかみたいな、うん、4面でプレイできるじゃん、あれって最大、うん、ちょっとかさばるよね、っていう。でも、1個ぐらいやってみたいな、どっかの店舗でとか思うんだけど、やるあったら。いや、なんか、動画撮る人はやると思う。100円とかで普通にできて、うん、500円6プレイとか。え結構面白いからやるとは思うんだけど、うん、何が入ってるのか全く当たり一覧とかもなしで、うん、何が出るかなって。基本はだからコモン20枚とかそういう束も出る、うん、キャンディーすくみたいな感じでやって、ちょいちょいいいアンコモンとか、うん、イエラーとかたまにとんでもないの出てくるみたいな、うん、まあええや、その長くなっちゃうね、うん、めちゃめちゃ。はい最後俺は平地からの、最後柳の礼。うーん絶妙なんで最後の俺の企画なんだろうな。最後だからなんかすごいの言いたいよな。ああでも俺これね心の底からやりたいなって思うことがあって、その高校の時とかの修学旅行とかで、うん、まあ遊戯王とかのデッキ持ってって、そのまあみんなで布団敷いてそこでやったりしたの、まあめちゃんこ楽しかったわけなんですよね。はい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 。で最近見て対戦動画って言ったら、まあプレイマット敷いて、うん、まあカメラちゃんと置いて、まあトークンとか全部用意してやるじゃないですか。ああなるほどね。そうもう旅行行ってその布団の上でやるっていうのをやりたい、うん、いいね、うん、でそのだからリスナーとかも、まあ、その動画をなんかその寝っ転がりながら見るみたいなので、なんかラフに見れるけど、うん、なんかその青春の一瞬をなんか思い出せるような、そういう対戦動画
撮りたい。あれでしょ、砂場でポケカみたいな感じ。ああ、まあそうですね。なんかその、うん、今じゃもうやんなくなったようなやり方、ツイッターとかでさ、うん、お泊りマジックしてさ、なんか畳とかでやってるの見ると結構いいなと思うよね。うん、うん、でやっぱ俺は今それを布団を敷いてやりたい。キャンプしてさ、うん、ウッドテーブルでやるとかさ。まあそれもいいですね、うん、それがいいじゃん。うん、まあ旅動画兼、まあ、その旅動画の一部としていいじゃん、うん、でもそれ以上にやっぱり水着のビデオと一緒に開封したいなと思ったな。それは面白いと思うよ、シロさん。え、別になんか全然無理な話じゃなくない？普通にさ、別にゆいちゃんに水着着てもらえばよく、それ最高だね。海とか行ってビーチ開封みたいな、その水着が趣旨じゃなくて、そうだからもうたまたま水着ビーチで開封するみたいな、そうならざるを得なかったっ、それは水着になるよねっていう、たまたまね、そうなってたんだけど、全然そういう変な意図とか、水着はいいんじゃないの、それやろう、絶対やろう、水着ぐらいはやってくれるじゃないの。だってゆいちゃんその生配信とかでも、そんなことないか、水着 NG って人もいるしね。でもなんかあの、そういうのを後で見て、なんかこういう時代もあったんだなっていうのを思い出せるような写真集とか欲しいなって。だったらなんかさ、その視聴者参加型にしてさ、そのなんかイベントみたいにしちゃってさ、ゆいちゃんはなんかそのあれじゃない、チェキ会とか兼ねればさ、なんかそのお金稼ぎストーリーが神業だ。水着チェキ1回ぐらいだろ、超高そうだな。いやまあでも相場的には、とっても2000円ぐらいじゃないの、1500円とか。水着チェキでも、うん、あ、そうなんだ。そうじゃない、別にだって分かんないけど、で普通の時期ででも1500とかするじゃないですか。いやそれはまあ結構人気のアイドルさん、でも500ってことなくないですか。1000円からって感じじゃない、イメージ。だからなんか水着、水着でそんなに値段変わるのかな。変わる、俺は変わると思うよ。分かんない俺は。だって俺なんかあの自分も海まで行くのめんどくさいからさ、むしろさ、そのライブハウスとかのがお金かかるんじゃない、会場に払うお金とか。あ、確かに、まあ、出来高制かもしれないけど、海とかの方がタダだからさ、場所代、安くできるよね、根本が入れてきた。ただまあ露出してるから同じぐらいかなみたいな。いや俺露出してると多分途端に高くなるだろうなって思ってて、まあそうかもね、分かんない、ちょっとその辺は。まあというか、まあ、じゃあ最後パックに行きましょう。俺もあの多分終電ないや。あ、そう、止めて。やだやだ、絶対やだよな。じゃ家族いるでうるさいと思うし、あのじゃあ行きます。はい、おい、食肉、はい、あ、いいやん、難波線の湿地の拡張いいね、最後それか。いいじゃん、いいじゃん。じゃあ最後なんか立派なのいって、じゃああれかな、うん、なんでしょう。終電逃しちゃって、漫画喫茶に行くんだけど、そこでオールで開封。ああ、この後じゃあその企画につながるわけですね。漫画喫茶の個室でオールで開封。ちょっと面白そうだな、小声で。うん、必ず他の人に迷惑かかない小声で。いやでも満喫ね、なんか飲み物とかいっぱいあるからちょっと楽しそうだな。俺今それやりてえもん、普通に。なんならなんなら生配信でやる。あ、いいな、それだったらここでやればって感じだ。ああ、いやでもまあ本当にブレストだったね。いやでもね、あのかなりね、なんかあった対応されそう。いや、あるあるある、全然ある。っていうかあの脳みそが単純にちょっとあの、まあ、確かに柔軟になるね。うん、まあというわけで、まあ、これからもねちょいちょいあのコラボしていくと思うので、はい、お互いのチャンネルあのどうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。バイバイ。